おはようございます、たかしです。本日は10月4日火曜日、ただいま8時12分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。まずは日足からです。昨日の日足も強めの陽線で引けております。ただ中は結構じり高という印象ですので、トレードとしてはしにくいのかなという個人的な印象を持ってます。そしてここのところ連続陽線ですね。ここからの大きな下落からそのまんま V 字で戻してきている状態です。ただここ今小さく戻り高値があるんですが、ここを超えてこられるかどうかっていうのが今一旦の課題かなと思っておりますので、この辺付近ですね、今ちょうどこの緑のラインがあるんですが、これはこの大きな下落に当てたフィボナッチリトレースメントの 78.6% です。ここを超えてこれるかどうか、ここを超えてこれると一旦の調整後の再上昇でおそらく168円ぐらいを再び目指していくことになるとは思うんですが、今そこがちょうど節目ですね。今 GMMA を上抜けては来てますが、ここからもう一度下落するということも考えられなくはないので、今その辺は注意が必要。ストキャスティクスは高値圏に来てますので、ここからの下落ですね、この時ここ高値圏からデッドクロスしての下落がこの大きな下落になってますので、今回も比較的大きく下落する可能性がありますので、ここからまたこのような大きな下落に向かっていくとも考えられますので、その辺は注意。ただ MACD がゴールデンクロスしてきてますし、さほど大きくは下落しないのかなという印象を持ってますので、まずはこの GMMAでサポートされるかどうかっていうところが日足単位で考えるべきところですね。この GMMA 付近でサポートされればもう一段上昇で168円169円ぐらいを目指してくるとは考えられますが、今は一旦この戻り高値 78.6% の164円付近を上抜けられるかというところが直近のポイントですね。では4時間足です。4時間足ではこの過去の揉み合いゾーンに入ってきてます。この白のゾーン、日本で囲っているこのラインっていうのは過去こういった揉み合いを起こしているところなんですね。ですので今ちょうどそこに入ってきてますので、その上限付近ですね。そしてここ先ほど日足で言っていたちょっと戻り高値がある、ここが4時間足の目線切り替えポイントと考えてます。今1時間足は目線が上、4時間足は目線が下と見ているんですが、今このオレンジのライン 164.4 付近、ここを明確に上抜けてくれば、次はこの日足の目線切り替えポイントの白の点線ですね、168円ぐらいを目指して上昇すると考えられます。ですので本日はこのオレンジのラインを抜けられるかどうかっていうところですが、ちょうどこの白のゾーンの上限にも当たりますので、この辺は上値が重くなりそうなので、一旦の下落もしくはこの白のゾーンに挟まれたレンジになる可能性も考えておきたいですね。インジケーターストキャスティクスは高値圏に再び来てますので、一旦の調整下落を起こしそう。ただマックディは上昇モメンタムをずっと保ってますので、下落しても小さな揉み合いになるのかなという、そんな印象ですね。なのでこの辺付近で張り付く、もしくはこの先ほど言ったようにこの白のゾーンに挟まれたレンジみたいになるのかなという感じです。もしここのオレンジのラインを本日上抜けたとしても、騙しで戻される可能性がありますので、その辺は注意ですね。4時間足単位で明確に実体で上抜けた場合、そしてそこからオレンジのラインでサポートされればもう一段高ということは考えられますが、4時間足の実体で上抜けても次のロウソク足でそれをカバーするぐらいの下落になってしまえば、結局その2つのロウソク足を合わせればここは上髭になったということになりますので、その辺は注意が必要ですので、もし大きく上昇した時は一旦の下げ止まり、このオレンジラインでサポートされるのを確認してからのロングを狙うのがいいと思います。今は一旦ここ戻り売りポイントに来てますので、この辺は戻り売りで戦うのがいいとは考えます。ここでお知らせです。インジケーターに関するブログを書きました。タイトルは勝てないのはインジケーターを理解していないからかも基礎編としました。僕が普段使っている GMMA、ストキャスティクス、MACD に関する使い方説明のブログになります。かなりわかりやすく書けていると自負しておりますので、もしよければ一度ご覧ください。では1時間足です。1時間足はこの下落に対して上昇の勢いが小さいのが分かりますよね。なのでこのまま一辺倒に上げていくというイメージではないんですね。ただここ今エリオット波動みたいにも見えてきます。 1,2,3 波進行中というところで、この3波がここで一旦終わって次4波に入るのかなという、そんな印象も持てます。4波に入る場合はこの紫のラインぐらい、159.5 ぐらい、この辺までは下げてくる可能性を考えておいた方がいいですね。そしてこれがエリオット波動と考えると 1,2,3 波なんですが、この3波の中にフラクタル構造で今 1,2,3,4,5 みたいに見えてきます。
ざっくりとこんな感じですね。ただ今ここ 1,2,3,4,5 と書きましたけど、ここが4波と見たんですが、もしかすると今ここが全体がまだ3波の進行中の可能性があります。そう考えるとこの大きなエリオット波動は今 1,2,3 波、そしてその中で小さなエリオット波動も 1,2,3 波と考えると、まだまだ上昇する余地もありますので、その辺は注意ですね。と考えると、このオレンジのラインを上抜けてくる可能性もありますので、今はちょっと高値圏に張り付いている感じですし、このまま上抜けるのかというところですね。ただブレイク狙いのロングエントリーっていうのは危険ですので、一旦はこのオレンジのラインを背にショートエントリーっていうところを狙うのが損切りまでの距離が近いのでいいと思います。下がってくるか上がっていくかはわからないですが、もし上がっていく場合もこのオレンジのラインを超えてくればすぐ損切りという風な形にしてしまえば、損切りポイントも明確になりますし、ここから下落に対するこの利益と、あと損切りまでの距離っていうリスクリワードも良くなりますので、ここからのロングエントリーではなく、やるならショートエントリーかなと。もしロングエントリーをするなら、先ほど言ったようにオレンジのラインを越えてきてからですね。もしくはこの白のゾーンの下のところ、この辺、ここ、おととい揉み合ったところですね。この辺付近、161円のミドルぐらい、この辺まで下げてくれば、そこでの押し目買いを検討してもいいと思います。今クロス円は分かりにくい動きをしてますね。ドルストレートに合わせて上昇しているという印象なんですけれども、ドル円が下げてくればクロス円も下げやすくなってきますので、ちょっとどっちとも言える。今のところクロス円は大きく下げる可能性もありますし、大きく上げていく可能性もありますので、今はどちらの視点を持ってトレードをしていくのがいいと思います。まだまだ下げると思うのではなく、まだまだ上げると思うのでもなく、短くトレードするのが今はいいのかなと思ってますので、トレンドが出るまでは短く利確をしていくのが良さそうですね。それでは本日はここまでです。今日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。